324年目のシーズン、オーダーを発表するぞ。1番レフト、イチロー。2番センター、福本。3番ショート、松井。4番セカンド、落合。5番ファースト、畠山。6番サード、中村。7番ライト、秀則。8番キャッチャー、関根。続いて投手陣。先発調子次第、稲尾。先発調子次第、安永。先発調子次第、ダルビッシュ。先発調子次第、小山。先発調子次第、大野。先発調子次第、桑田。中継ぎビハインド、石井。中継ぎビハインド、風間。中継ぎ接戦時、笹岡。中継ぎ接戦時、高橋。中継ぎ接戦時、元杉。セットアッパー、浅尾。クローザー、岩瀬。留学選手が帰国。斉藤は変化用にか。コントロールはいい感じになったな。北川いい感じになったぜ。斉藤は威圧感欲しいな。リリーフでの起用になるだろうな。北川は代打枠だな。チャンスにも強いし代打もついてるしな。チケットガチャの時間だー。今年も転生助っ人はなしだ。雑魚が、ドラフト選手の能力。越川赤徳二つか。まだまだ時間はかかりそうだな。大沼特能多いな。まあどうせ出番はないけどな。浅い若田だけだな。まあ二軍で頑張るんだな。稲葉もう試合出てるな。留学に出せばいい感じのバランスになるな。今シーズンもこのお時間。今年の相手はオリックスか。久々の関西ダービーやで。始まります。オリックスバファローズ対阪神タイガース、日本シリーズ第1戦の模様をお送りいたします。バファローズの先発は頼れる助っ人フィック。対するタイガースの先発は切れ味抜群の変化球投手稲尾。おい、まさかの楽天さよなら負けー。岩瀬が打たれたのか。ちょま、引き分けだー。なんつー試合だよ。オリックスの意地やばすぎ。うち岩瀬また打たれたのかよ。延長戦怒涛のソロムランで笑った。秀則も打ってやがるな。リリーフ陣しっかりしろ。気性が多いな。今日は勝ったでー。畠山か。また引き分けー。大秀の力士改正の同点スリーラン。パワー型秀の力成功だな。
連勝だぜー。稲葉も活躍してるな。これで王手だー。明日勝って決めろ。食わさないピッチ。今日のヒーローは見事完投勝利。日本一だー。日本シリーズの覇者となりました。歓喜の瞬間です。331、331、332、333、334。今年の日本シリーズは手こずりすぎだな。最初の方はオリックスとの激戦で、見てるファンは面白かったやろな。たまには人間らしい試合も見せてやらねえとな。人間だわ。最高の瞬間を迎えています。見事日本一となった。トラフォー。連覇へ向けて選手たちのさらなる活躍を期待しましょう。パワー型秀則はかなり活躍していたな。固定的な育成をしてみるのも面白そうだな。優勝決定戦はタイガース。大村神やんけ。もう帰ってきやがったのか。どんな成績か楽しみだぜ。120勝は届かず。しっかり120勝は達成しろ。防御率は少し悪くなったな。リリーフももう少しで1点台だったか。打率も下がったか。打率3割は遠のいてるな。あらいあの野郎、敵だけどしっかり活躍してるんだな。パリーグ青すぎだろ。パリーグのキャッチャー軍団優秀ではろた。新井はホームラン王かよ。宮本首位打者いけるやん。タイトル取ったのか。MVP は小山だったか。パリーグは古田が新人王。沢村賞は安永か。大安永おめでたし。海外スカウト衰えたか。福本はらしくなってきたな。盗塁数いい感じに増えてきたぜ。秀則はホームラン13本だったか。3倍打点に気はにっこり。畠山がレギュラーを掴んだんだな。安永だけに重傷だったか。稲尾はまた無敗だな。稲尾本当に負けないな。岩瀬防御率全然だな。日本シリーズでも打たれてたな。新井巨人でも頑張ってるな。新井に負けたら許さねえからな。来シーズンはしっかりタイトル奪還やでー。海外スカウトを変更だ。大発掘力 S のスカウトいたか。これで助っ人ガチャ継続だな。あん、もう俺も転生の時期か。ブラック70歳になったか。こいつの体をいただくとしよう。米野は犠牲になったのだ。選手の契約公開。キヌガサは引退。キヌガサお疲れさん。高城も引退。まだ能力はいいな。水木も引退。今までありがとうな。以上だ。留学か。よかろう。盗塁だな。転生完了だ。若返り転生完了でこのまま最後までいけるな。サードラフトやでー。見ていくぞ。
先生いないな。こいつまあまあいいな。特能は心配だけど基礎能力は良さそう。センザだー。こいつはなかなか活躍するからな。リリーフで投げさせてもいいしな。先生投手はセンザだけか。この外野手も能力いいな。森だー。森を取るなら千賀だな。優先度は千賀の方が上か。今年の転生は二人か。ドラフト1位は千賀だ。さあ何球団競合になるかな。6球団だー。これだ。チーダメか。千賀はヤクルト。ハズレ1位は森だ。森指名されてなかったのね。まあそうなるよな。これだ。クソが。転生してもくじ運は相変わらず。ハズレハズレ1位はこいつだ。基礎能力はかなり良さげだからな。おいこら。またかぶった。さすがにもう外せねえぞ。これだ。ふん、やっと当たったでー。ドラフト2位はこいつ。打撃以外はいい外野手。ドラフト3位はこいつ。変化量はいい感じだな。以上だ。先生は取れなかったけど花田は期待できるかもな。こいつは特能次第だな。あとリリーフ適性もつけておきたいな。こいつは二軍要員だな。よくいる打撃以外はいいタイプだからな。こいつはあと一球種だな。室井はリリーフで使えるかもな。センザー加得多いな。赤徳あっても結構活躍するからな。森はまた楽天か。特能が多いイメージだな。さあ村神様の期間だぜー。ホームランはいまいちだが成績はまあまあだな。ホームランより盗塁の方が多かったのね。能力はまだ全然いけるな。全球団交渉だー。ハイエナどもが。メジャーではまあまあな活躍だったようだな。最近うちの打線も迫力がなくなってきたからな。最高級の契約内容で出迎えてやろう。当然うちに帰ってくるのが筋だよな。村神様おかえりー。
村上のメジャーでの成績。毎年ホームランより盗塁の方が多かったのか。日本時代と比べたらホームランは物足りねえが、まあそれなりに流行れたって感じだな。王の成績と比較してもこれくらいが限界なんやろな。ボスキングはロッテの選手か。クローザーだな。防御率はいいな。頑張ってくるんやで。さあ FA だぜー。防御率はいいな。この防御率で貯金4つは少ないな。こいつもまあまあだな。悪くはないな。今年は優秀な先発多いな。成績いいな。こいつはトントンか。奥井。俺じゃねえよ。こいつは負け越しか。なかなかいい助っ人だな。ホームラン結構打ってるな。交渉は玉木だけだ。大久保取るのか。お前は奥井一族枠として採用してやろう。条件は要望通りだ。日本一を経験したいなら来るんだな。わろた。まあよい。保証はこんな感じだ。玉木は楽天に行ったのか。この外野手まだまだいけそうだけどな。二刀流か。こいつもまだいけそうなのにクビなのね。野手能力はいまいちだな。こいつまたクビかよ。なんで使わないんですかね。オーソニャンケ。ほんとうちには天聖助っ人出てこねえな。おあの二刀流取るのか。一応確保しておいてやる。キムガサおめでたし。他はこんな感じだ。キムガサはどうだぜ。また勝手に巨人に行きやがって。勝手に移籍してる。うちではあまり出番はなかったな。去年引退していたようだな。立浪。うちに存在しなかったことになってるな。え？立浪？知らない選手です。完全にうちにいた記録を消し去られてるな。最後は一体どこで野球やっていたんですかね。バグりまくりだな。留学は小堀と田沢を、メキシコリーグだ。今年は門田を召喚するぞ。大門田。だがこいつは総力型に育成だ。ちょま、これはパワー型秀則の成功で味を占めましたね。そういう育成要望込めがあったんだよ。門田は総力どこまで伸びるかな。若手はしっかりと育つんやで。さあ今年は何勝できるかな。村上の帰国でまた打線がいい感じになりそうだな。最低でも120勝は達成するぞ。続く。